草の陰国は松本清張の長編推理小説。読売新聞に連載。1965年11月に講談社から刊行された。後に電子書籍版も発売されている。1994年にテレビドラマ化されている。検察庁失火事件に秘められた謎を追跡する青年検事の挫折と希望、心の交流を描き出す推理長編。 5月16日の夜、松山地方検察庁地方支部の第二倉庫から出火する事件が発生。焼け跡からは事務官、平田の消死体が発見された。平田と事務員の竹内は、庁舎の宿直を抜け出し、飲み屋で飲んでいたが、酔った竹内の記憶は途中からなくなり、気づいた時には40キロ離れた町にいたという。検事の瀬川良一は、 火事で消失した書類の復元に努めるとともに、竹内の言葉との宮の証言の食い違いに疑問を覚える。しかし、出火の原因は、決め手のないまま、漏電による失火と決定された。平田は、古い刑事事件簿の保管を担当していたが、刑事事件簿中、ちょうど昭和25年から26年にかけての部分が、行方不明となっていた。瀬川は、当時の担当検事、 大賀洋平に消失した書類の記載内容を覚えていないか問い合わせたが、大賀はその後ほどなく交通事故で死んでしまう。平田と竹内の行動を調べる中で何者かによる放火との疑いを強める瀬川に探索を止めるよう脅迫する電話が来る。瀬川は亡くなった大賀の娘、佐江子に会って事件のヒントを得ることを強く希望するが、小説前半の舞台となる。 愛媛県南予地方主人公の転勤先となった前橋市市街、瀬川良一松山地方検察庁の検事で昨年杉江支部に転任31歳で独身東京生まれ平田県吉松山地県杉江支部の検察事務官40歳出荷で生知する竹内平蔵松山地県杉江支部の事務員31歳 出火事件後、神経衰弱をきたす。大賀洋平昭は25年から26年末に、かけて、松山地検、杉江支部に在任した元検事。その後東京で弁護士を開業。小形美乃吉や渡浜市内の映画館、松屋劇場経営主。パチンコ屋も経営。大賀佐子大賀洋平の娘。出火事件と父の死の関係に疑問を抱く。 青地洋子瀬川の縁談相手。父、久吉は大手建設会社、串間建設の常務。花が5月中旬に道後温泉で舞用団を引率して回ったとされる男。山口茂太郎昭和25年に起こった大島新用金庫理自殺人事件の被疑者となるが、証拠不十分で釈放される。その後友町で土産物屋を営む。 山岸正雄大島信用金庫理事殺人事件で取り調べを受けた現職員の一人。朝風香る新宿東口の劇場のスネークダンサー。春日月市、草刈り芸能者所属のヌードダンサー。マスダ・アタエモ大阪に拠点を持ち、関西で一、二を争う暴力団、マスダ組の総長。栗山由リ子高崎市内の割烹料理屋、成田屋経営主。 佐々木信明群馬県に地盤を持つ大義士。予算委員長の高村忠和としたし松本清張三回帰特別企画、総の隠国。1994年8月5日、富士テレビ系列の金曜エンターテイメント枠にて放映。サブタイトル、開花事件に隠された黒い疑惑過去を消した男と謎のスネークダンサー。視聴率17.6%。 キャストスタッフ、ありがとうございます。